おもと。おもととは、中国から日本の暖かい産地に自生するスズラン赤の常緑多年層。日本では関東から沖縄にかけての産地、特に西日本に多く自生状態で生育し、観葉植物としても鉢植えで栽培される。おもと栽培の歴史は300数十年とも400年以上とも言われる。古くは徳川家康が江戸城へ入るとき、 家臣の中におもとを献上した者がいるとも伝えられる。江戸時代は主に大名のもとで栽培が行われた。元禄から享保年間の書物には、不入りのおもとが掲載されたものがある。この頃より栽培がある程度は、一般庶民にも広がったようである。文化、文政の頃には、島や、外製のものも栽培されるようになり、その一部は離職の対象となった。この頃は他に、 金止なんてに山津波乱なども同様にもてはやされ一種のブームとして狂乱的な状況があったようでその中で一部のおもとには一目百両といったとんでもない価格がついた例もあったという解説書として長生主人、金星寺不能トップなどが出版されたこれらは天保の改革の際の規制の対象となった植木鉢にも専用のおもと鉢が作られた明治に入り 栽培の中心は、武士階級から、遊階層へと移った。明治10年頃には、京都を中心に大きなブームがあり、一パチ千円、現代の一億円に相当という例があった。その後も何度かのブームを繰り返しながら推移している。愛好者団体としては、1931年、昭和6年に日本をもと連合会、1945年、 昭和20年に日本をもと連合会に、改名という全国組織が結成され、1992年、平成4年に、当時の文部省の許可を受け断、法人日本をもと協会となり、2011年、平成23年に、内閣府の正式の認可を、受け公益社団法人日本をもと協会、禁止登録及び栽培啓蒙を行っているとなり、現在に至る。 角質の分厚い針のような形の葉が根元から生え40センチメートルほどの大きさに育つ。夏頃葉の間から家計を伸ばし淡い黄緑の小さな花を円筒状に密生させる。秋頃につく実は赤く艶のある液化で鳥が好む。有敗類によって花粉が媒介されるカタツムリ、中立花、マレコファリーという特殊な生態を持つ。古くから中国医学では ロデキシンを含む根底を、強心剤や利尿剤として使っていた。しかし、非常に危険な行為であり、死亡することすらある。薬草というより毒草と考えた方が良い。赤い実と緑の葉の対象が愛され、徘徊では秋の季語、干賞用としても古くから栽培され、江戸中期に日本で爆発的に流行し、ブチが入ったものや、 福林のあるものなど様々な種類が作出された。これらの品種を含む古典園芸植物としてのおもとは、現在も多くの品種が栽培されている。ゲートは、おもとにおける葉の状態や用紙、殻などの特徴の総称を言う用語。以降におもとに見られる、様々な干渉点を大まかに挙げる。歯に白くなる部分が出るのを、ブチ、フ、フイリトモという。 一般的な植物では、福林、中藩、島などが普通である。しかし、との場合、以下のようなより複雑なものがある。葉の形の変化。との葉形は変化の幅が広く、薄く広い本来の葉の姿とは似つかないものも多い。葉の形の変化と、不入りは連動することもある。例えば、福林があるものは、ミヤビート流に、それが出る。ミヤビート流は、 葉の集まりなので、副林の色でミヤビートウの色が決まる。副林が白い場合は白いミヤビートウが出るし、緑なら緑色のミヤビートウが出る。葉の表面に質感にも様々なものがある。普通のものは、ややツヤがあって滑らかだが、細かいシワなどがあると、微妙な照り具合が出る。その様子によって、ラシャチとか、ゆず肌などと呼ぶ。 おもとの品種は多分古典園芸植物では一番多い公益社団法人日本大本協会に登録されている品種で1000品種を超える。また同じ株でも芸の出方で名が変わる場合もある。ごくごく代表的なもののみをここでは挙げる。公益社団法人日本大本協会で毎年人気登録品種の名館を発行している。名鑑は年1回。 新品種登録審査後に発行され、公益社団法人日本大本協会のサイトで参照することができる。品種は以下のように分類されるが、公益社団法人日本大本協会の名鑑上では、大葉系、薄葉系、薄葉系、脂脂系、島光系などを含む中ぐらいの大きさの品種、ラシャ系、主に小型系のおもとが多いの3種類に分類されている登録年度は、 公益社団法人日本大本協会に登録された粘土である。大柄で伸びやかな葉を持つもの。大きいものは五十センチメートルにもなる。大葉大本もと,とも言う。やや小柄で葉はそれほど厚くならないもの。葉は平たく長いが内向きに何重にも巻き込む。四死系のおもとでは根も巻き込むのも特徴の一つである。中くらいの大きさで葉は細長くて 厚みがあるタイプ。葉は厚く小さく、表面に微細なシワがあって、ラシャに似た肌、肌地合いを持つ。現在、最も品種が多い。新規登録品種は、例年、前年の11月に、公益社団法人日本大本協会で実施されます。平成24年度の新規登録品種は、以下の通りです。純不動。お元の繁殖方法には、種子巻き。 マリコ、イモブキの3種類がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。